いまです。す。よろししくお願いしますあの先日ですね、テレビ、まあ、YouTube で、まあ、テレビ、両方の企画だったんですけども、マートンのですね、モノマネをしまして、なんとマートンからツイッターが来ました。ストロングバディ、ストロングマインド、ストロングハート、最高っていうのを書いてあったんですけど、これは何かというふうに説明しますとですね、あのマートンが一時期まあヒットを打てなかったりとか、 まあ、一時、ストライクゾーンが変わった時期があったんですね。マートンもすごい神経質とか、本当に目がいいバッターだったんですよ。で、自分の今までボールだと思ったボールが、多分、ストライクって言われたことによって、すごい迷ったと思うんですね、マートンが。で、それですごい、こう、まあ、ナーバスっていうか、うん、あのー、悩んでしまった時期があって、その時にマートンの肩をロックアルブの中に揉みながら、ちっちゃくね、ストロングバディ、ストロングマイン、ストロングハート、ヘッ、マートン、サイクーみたいな感じで、ふざけてやったら、 マート多分その日、なんか打ったんかな、ヒット。まあ、それはちょっと定かではないんですけど、そんな感じで、今、ナリさんありがとうみたいな感じで、で次の日からまたね、あの続いて、結構マートンに会うと、それを毎回言うんですよ、へま、へ僕はマートンのこと、マーって言うんですけヘイマーって言ってで、ツイッターの返信のところで、僕、あんまツイッターとか得意じゃないんですけど、マートンに返してみました、ヘイマーってって、英語で、はい、マートン見てるかな、マートン元気しかもね、あ,のあれなんですよ。 マートンのね、息子さんが、なんかよく甲子園とかテレビを家で見てるときに、僕のことが好きだって言ってくれてたみたいで、なんか、なんで好きなんだってマートンを聞いたらしいんですよ。そしたらなんか、この人は僕が見てるといつもヒット打ってるって言って、僕は10割バッターではないんですよ。10割バッターではないんですけど、マートンの子供に。 認めてもらったっったていいうそれはなんかちょっと嬉しいですね子供の目線って結構なんか素直で結構こうきついことも言われたりするじゃないですか子供に。でもなんかその純粋に「この人はいっぱいヒット打つから好きだ」って言ってもらえたことはすごい嬉しくてなんかマートンの子供になった時に「へえー」とか言うと「なんかあ今今成さん」みたいな感じで言ってくれたんで。 難しい思い思出で、すねでマートン、今何してるかなたまにね、去年ですかね、アカデミーの方にもちょっと1回来てくれて、僕らの方じゃない方に行ってしまったんでね、会えなかったんですけど、マートンに会いたいです。マートン、会いに来てね。あと、ゴメスも早く来い。<laughs> ゴメス、ゴメス、何してんの、このあいつ。連絡してこないの連絡先知らないですけどね、6月6日、ソフトバンクに勝ちまして、今日は6月7日の阪神対ソフトバンク。これ、僕、あれですかね。トラで僕が 喋ってた試合ですね。じゃあ、それではハイライトいきましょう。ニング。これね、僕、トラマやってたう体重で全然試合見じゃなかったんですよ、これ。自分が喋ってたんでずっと。ガルシア先発。そうそうそう。おお、球動いてるっすね。ガルシア今年いいんじゃないですか和田さんね。球速よりも。 早く見える。あの、この時、僕、トラバーの時に井川さんと勝田木幾郎さんと一緒に、えー、お仕事させてもらったんですけど、やっぱね、和田さんの特徴はね、出どころが見づらいって言ってましたね。おっしゃー、大山選手、ナイスプレー。いいガルシア、やっぱ球動いてますね、まあ。みんな打ちにくそうですもんね。ウェムさん、取りました。いいですね。もう、やっぱりこう。 ゴールが多いこうなってくると、やっぱ内野手もね、体を動かす機会が多いんで、リズムが生まれやすいですね。大山選手来ました。小山さんに対して。わあいい球ですね。これ多分ね、ボールに見えてるはず。ああ、ヨ川選手もね、これ簡単に三振取るですね。小田さんは。すごい。チェンジアップにスライダー。大戦ないんだな、小田さんと。全然。ガルシア、ヤバいし。なんか、みんな空振り仕方がなんか。 ちょっと球動いてるなーっていう感じの。いいですねー。なんか、ガルシアナローハまで、ね、めちゃくちゃインナーしてたんですよ。あいつめっちゃトレーニングしてますよ。アゴ選手の、聞いた猫パンチ。なんか、猫パンチみたいな感じですよね。なんかいいですね。パッチングですね。北条選手来ました。ぐやっ。ぐやっ。行ってしまったのかい。これ実はですね。 これ僕、1月目、北条選手ね、ライトフライだったら、気合で打たんかって言ったら、次の打席これだったんですよ。はい、今なりの予言は当たる。はい。マチさん。あー、高めは。お危ない。栗原選手。栗原選手、いいですね、今年。なんたってね、男前ですね。はい。原選手。小山選手。これは惜しいな。ちょっと、あのね、インコースね、差し込まれてるんですよね。うー今のすごい変かな。フォークかな、チェンジアップかな。うわー。 やっぱ綺麗良さそうですね。タイミング取りにくいんかな、やっぱり。谷川選手来ました。谷川選手ね、皆さん面白いんでチェックしてください、ね。いいやつなんですよ。おー、坂のサー本さん、坂本聖二郎、ナイスボール。セカンドトールアウト。さあ来るか来たまた来たおー、アウトのジャッジが、割とちょっと早いな、今の。パンパパン、アウトみたいな感じだったんですけど、もうちょいちょっと粘ってほしいですね。あのさん、し。ちょっとあんま変わりましたね、周東選手。走りそうやな、これは。さあ、今宮選手。 ちょっと先っちまったなラッキー、打ち損じ。これもしっかり,やっぱり腕を振ってるから打ち損じするんですよね。うん。クリア選手来ました。ナイストップ。あ、これあれか、押し出しか。北條選手来ました。おーおおお左中間。うわやんちゃな感じアローハーってしました。大山選手。大山選手あんま状態良くないのかなまあでも、この日本選手かな。いいとこ投げてますね。やああいうところに投げられて、ね、プロ野球選手でもやっぱいかにもね、 いいバッターでも厳しいお<ー>。おナイスボール。坂本聖昌選手。3個刺してるですね。すごい。何がいいっていうコントロールがいいですね。セカンドに投げる。これ、ナイスボール。三振、岡川選手。この前ね、そのルーキー対決でやられてるんですよね。センターにね、やり返した。いいですねなんか。森谷選手。あ、じゃあか大丈夫か大丈夫か松田選手もライトフライ。森谷選手もどっちかっていうとね、あの、綺麗な回転じゃなくてね、ぐちゃぐちゃなこう回転なんですよ。 ガガッてこう、ザイロボールみたいな。弾強くてですね、いいんですよね。さすがですね、なんか貫禄がありますね、森谷選手。いいね、いいね。いい,いねなんか、傍観者みたいになっちゃってましたけど、森谷選手の状態もいいし、なんですね、僕、一押しのね、北条選手、打ちました。えー、レフトのホームラン、そして、左中間ですね、ツーベース。まあ、一打席目、ちょっとカツを入れたので、あの、YouTube 上だったんですけども、カツを入れたことによって、北条選手が、 打ったこれはですね、連絡来ないといけないですね、僕に。はい。ありがとうございますっていうね、そういう研究さがないとダメ。うん。まあ <laughs>、自分で言って笑っちゃってるんですけど、この時ね、僕3時間ぐらいぶっ通して喋ってるんですけど、本当に楽しかった。これ、YouTube 撮影ってね、すごい楽しいんですよ。縛りがないんでね、僕、縛りがないのすごい大好きで。ルールってやっぱ守るものじゃないですか。破りたくはなりますよね。でも、ルールは守りましょう、皆さん。はい。こんな感じでね、僕なりに気づいたことっていうね、喋っていきたいと思いますんで。 皆さん、えー、また、えー、ハイライトを期待してください。早く開幕してほしいですね。皆さんなんで、えー、騒ぎたいですね。それでは皆さん、バイバイ。